今週は子どもたちの健やかな成長に向けたさまざまな体験活動が行える青少年の家についてお伝えします。まずはこちらをご覧ください。近年、子どもたちの自然との触れ合いや人との交流、集団生活などを体験する機会が少なくなっています。子どもたちの健やかな成長にとってそうした体験がとても大切であることから、青少年教育施設の役割がますます重要になっています。その役割を担うのがご覧の県内6カ所にある県立青少年の家。恵まれた自然環境の中で集団活動を通して心身ともに健全な青少年を育成することを目的とした社会教育施設です。主な用途として学校の集団宿泊研修をはじめ、学校教育に限らずサークル活動、文化教養活動、家族単位での自然体験活動など、県民ならどなたでも幅広く利用することができます。スタジオには教育長障害学習振興課の金城さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は私も小学生の頃青少年の家を利用したんですが、クラスメートのみんなと普段では味わうことのできない特別な体験ができたなという印象が残っています。そうですね、国が行った調査によりますと、子どもの頃のさまざまな体験が豊富な人ほど大人になってからの生きがいやモラル、コミュニケーション力などの資質や能力が高い傾向にあることが分かっています。県立青少年の家では、親元を離れた子どもたちが規則正しく団体生活を送りながら、キャンプなどの野外活動、レクリエーション、スポーツなどを通して自主性や自立性を高めます。できる限り子どもたち主体で活動させ、失敗体験も含めて取り組ませ、やり抜くことで達成感や成功する喜びを味わうことができます。そして今映っているのは、皆さんカメラを手に持ってますね。はい、これは糸満青少年の家が主催したデジタル一眼レフカメラ教室の様子です。そういうユニークな体験教室もあるんですね。はい、現在県立青少年の家は指定管理者が運営しています。県内6カ所の青少年の家がそれぞれに県の教育施策に基づいた主催事業や独自の自主事業を実施しています。他にも石川青少年の家では、石川岳周辺の野草を使って料理にチャレンジしたり、宮古青少年の家では大野山林での自然体験学習などを開催しています。本当にいろんな自然体験が楽しめるんですね。そして VTR にもありましたが、青少年の家は県民の方ならどなたでも気軽に利用することができます。事前の申し込みが必要になりますので、ご覧の各番号までお問い合わせください。金城さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いて県からのお知らせです。県では平成26年度当初予算案を編成しました。離島振興や医療、子育て、健康、長寿、観光、情報通信、国際物流などの予算を計上しています。詳しくはご覧のところまで。県内各市町村では民生委員・児童委員を募集しています。民生委員・児童委員として実際に活動されてみたいという方はお問い合わせください。詳しくはご覧のところまで。県では給料や残業代を払ってくれない、突然解雇を言い渡されたなど、働く上で困っている方や経営者の方を対象に労働相談を行っています。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。今日ご紹介した県立青少年の家に関するトピックスはご覧の3つ。子どもの頃のさまざまな体験は人生の大切な基盤になります。皆さんも青少年の家で日頃は味わえない貴重な体験をしませんか？それでは来週もこの時間にお会いしましょう。